thank <music> you ロボットの銀行強盗ロボット三原則というものがある。第一条ロボットは人間に危害を加えてはならない。またその危険を看過することによって人間に危害を及ぼしてはならない。第二条ロボットは 人間から与えられた命令に服従しなければならないただし与えられた命令が第1条に反する場合はこの限りではない第3条ロボットは第1条および第2条に反する恐れのない限り自分を守らなければならない この三原則は良心回路と呼ばれ国内で生産されるすべてのロボットに組み込むことが法律で義務付けられているロボットは用途に合わせてさまざまな能力を備えているがこの回路が組み込まれている限り犯罪に利用されることはないのだ私は あるロボットを開発することに成功したもちろんそのロボットにも良心回路は組み込まれているしかし私はそのロボットを利用してあることを成し遂げようと考えていた銀行強盗である罪を犯すことができないロボットはその意味では犯罪の容疑者にはなり得ない もし疑われたとしても良心回路が組み込まれていれば容疑を晴らすことができる私が開発したロボットは人物を完全にコピーすることができる顔面を 3D スキャンした後合成皮膚を変形させスキャンした対象人物と同じ顔の作り皮膚の質感を再現することができるのだ もちろん目の色や指紋まで完璧にさらには特殊合金で作った骨格を組み替えることで体型も同じにできる声や喋り方などはある程度の会話データがあれば最も簡単に再現できる特徴であるこれらの能力があれば私の理論上 たとえ三原則に縛られていたとしても、ロボットによる銀行強盗は可能である。いや、正確に言えば、銀行強盗ではなく、詐欺になるのかもしれないが、考えに考えた計画を、私はついに実行に移した。 まず銀行が閉まるタイミングに狙いすまし出てきた支店長を拉致しなければならないロボットが手伝ってくれれば楽に終わるだろうが三原則に縛られているロボットはもちろん拉致などという犯罪行為には手を貸さないここは私一人でやるしかないのだ私も決して若くはないが 私より年を取った支店長を拉致するのは思っていたほど難しいことではなかったそのまま支店長を自宅に連れ帰りここから先はロボットの出番だ例のロボットで支店長の顔と声をスキャンする3時間後には完璧なロボット支店長が誕生した あとは支店長から聞き出した金庫の開け方をロボットにプログラミングするだけだ支店長がすぐに金庫の開け方を話したのは指紋認証や正門認証による複雑なロックが破られるはずはないという自信があるからだろうしかし私が開発したロボットならばそんなものは簡単に突破できるに違いない 翌朝ロボットは私が下した命令通り支店長の自宅へ向かった徹夜帰りの振りも完璧で家族は心配こそしたものの支店長がロボットに入れ替わっていようとは疑いもしなかった私の作ったロボットの正体が見破られるはずがないのだそして 一時帰宅したロボット支店長は服を着替えて何食わぬ顔で銀行に出勤したいよいよ私の最後の命令を実行するときだ私はロボットにこう命じておいた銀行が閉まったら必ず校内に誰もいなくなってから金庫に迎え 金庫の中には札束の詰まった袋が積まれているはずだ千円札二千円札五千円札の袋は無視していい一万円札の袋だけを持ってこい実行の時までは時間があるロボット支店長は朝から支店長としての仕事を完璧にこなしているようだ 銀行の外から様子を伺っていたが、特に問題が起きた様子もない。あとは、ロボットが札束を持ち帰るのを待つだけだ。うまくいけば、数十億円の金が手に入る。いや、もはや疑う必要はない。私は、自分の発明品による計画の成功を、ロボットによる犯罪の成功を確信し、 胸を高鳴らせて家に帰った夜の十時ぴったりにチャイムが鳴った計画通りだ一秒の狂いもない玄関に出てみるとそこにはロボット支店長が立っていたこれでもう 本物の支店長に用はない。危害を加えるつもりは元からなかった。金を持って逃亡するときに解放するのも計画のうちで、我が家で丁重にもてなしていたのだ。いや、今はそれよりも金である。仏はどうした私は帰ってきたばかりのロボットに尋ねた。するとロボットは、 玄関の前に止めてあった車を指さした金庫から運び出したものを車で運搬するようにと言っておいたのも私だ数十億円分の札束であるいくらロボットとはいえ車でも使わない限り人目に触れることなく運ぶことはできないそれだけの大金がすぐそこにある無意識に 喉がごくりと音を立てていた。玄関に止まるワゴン車に私はそーっと近づいた。武者震いする手でドアを開ける。そこに山と積まれている鐘を想像していた私の顔はだらしなく絵に崩れていたことだろう。 しかしドアを開けたそこにあったのはたくさんの空の浅袋であったなんだこれは一瞬頭が真っ白になってから気づくこれはこの袋は 札束を入れて保管しておく袋ではないかおい何なんだこれは誰かに札束を奪われたのか武者震いとは違う震えが喉を震わせ声を震わせたしかしロボットに感情は理解できない支店長と全く同じ顔には無表情が張り付いているだけだった 札束札束とは何ですか私が命令されたのは一万円札の袋だけを持ってこいというものでしたその時の音声を再生します人間そのものの体から機械的な音が聞こえてくる 銀行が閉まったら必ず校内に誰もいなくなってから金庫に向かえ金庫の中には札束の詰まった袋が詰まれているはずだ千円札二千円札五千円札の袋は無視していい一万円札の袋だけを持ってこい 支店長の外見をしたロボットから私の声が再生されたそれは間違いなく私が命じたものだったああロボットとはこんなにも不気味な存在だっただろうか自分の発明品を前に 私はそんなことを思った。だから私は命令通り中身を銀行に置いて一万円札の札束が入っていた袋だけを持ってきたのです。膝から一気に力が抜けて私はその場にへたり込んでいた。 ロボット支店長の足だけが見える頭の中ではロボット三原則が私を嘲笑うかのようにリフレインされていた 2> 第二条ロボットは人間から与えられた命令に服従しなければならない